イシュビエルタイシュビエルタは古代メソポタミアにおいて一新第一王朝を建設したアムル系の王である。彼は南部メソポタミアに移住していたアムル人たちの一人であり、ウル第三王朝に将軍として仕えていた。当時、ウル第三王朝はアムル人やエラムの圧迫によって弱体化しつつあり、ウル王、イビシンは対応に追われていた。紀元前2022年頃、 南部メソポタミアでは大規模な飢饉が発生した。イビシン王はイシュビエラに食料調達を命じてイシン市へ派遣したが、イシュビエラはイシン州拠点にウルダイ三王朝二半期を翻し、イシン第一王朝を建設した。なお、独立年については、紀元前2017年以外にもいくつか説がある。弱体化したウルダイ三王朝にはこれを阻止する力は、 もはやなく、エラムの脅威にもさらされていたために、イシュビエル・ラの統治権を認め、さらにタイ・エラムの同盟すら持ちかけた。しかし間もなく、エラムによって滅ぼされ、南部シュメールは、エラムの支配下に入った。イシュビエル・ラは、エラム人を撃退すべく、各地を転戦し、10年にもわたる、戦いの末エラムを駆逐することに成功した。彼は、 エラムによって破壊されたウル氏の復興に努め、ウル第三王朝の正当な後継者であることを意識して振る舞った。彼以後の維新王はそれを受け継ぎ、もはや日常語ではなくなりつつあったシュメール語の文学を受け継ぐべく努力を重ねた。彼の死後、息子のシュイリシュが後を継いだ。ありがとうございます。